幕末の動乱期に活躍した佐賀ゆかりの偉人たちに親しみを感じてもらう佐賀維新祭りが佐賀市で開かれました。佐賀県の偉人と偉業を紹介し、その志を未来へつなげようと2018年から始まった佐賀維新祭り。オープニングでは公募で集まった県民が佐賀維新踊りを披露しました。第6回佐賀維新祭り維新行列出発進行。また今回は近代日本の司法制度を作り、来年没後150年を迎える江藤新平に光を当てた維新行列もあり、過去にドラマで江藤新平役を演じた俳優の迫田孝也さんも参加しました。きらびやかな衣装に身を包み、餅巻きをするなどして訪れた人たちと楽しみました。